こんにちは。親さん専門デリスの田辺孝二です。今日ですね、税務相談 Q&A。カード決済のインボイス。カード明細だけで良いというテーマですね。お話ししていきたいと思います。はい。では今日の質問になります。経費の支払いをカード払いにすることが多いです。ネット決済するものはインボイスがないものもあります。クレジット会社から送付される明細を 保存しておけば良いのでしょうか。まあ、こういった内容になっております。えこのチャンネルではですね、私が過去メルマガで書いてきた親子の税務相談をですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それから、無料で税務相談ができるメルマガ無料でインボイスのチャット相談ができる公式 l LINE、えこちらが概要欄から登録できますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。 はい。では、カテゴの方に行きたいと思います。インボイスはですね、必要事項が記載されていないと、インボイスとは認められないんですね。このインボイスの保存がないと、消費税の仕入れ税額控除ができないということになってしまうわけです。支払うですね、納税する消費税が多くなってしまいますよということになってしまうわけです。このインボイスに記載する必要事項というのは6つあるんですね。例えば、インボイスの登録番号とか、年月日とか内容とかですね。 そういった6つの項目が書かれていないと、これはインボイスではないということになってしまうわけです。じゃあ、クレジット会社がですね、交付する明細には、これらの記載事項、書かれているかといったら、そうではないですよね。書かれないわけです。でさらに、取引先が交付するものでもないんですよね。そうするとですね、明細を保存するだけでは、インボイスの保存要件を満たさないということになるんだということです。 でこれはですね、今後もですね、インボイスの要件を満たす、明細にすることは、やっぱり難しいみたいなので、やっぱりですね、今後もですね、明細だけではダメですよ、ということになってしまうわけです。まあ、そうするとですね、クレジット決済した場合には、インボイスを別でもらう必要があるんですよ、ということになるわけです。ちなみにですね、インボイス開始前はですね、3万円前の取引では領、領収書がなくてもですね、帳簿に1 指定事項を記載すすれば仕入れ税額控除がでできたたとということだったんですしかしですね、インボイス制度を開始後は3万円未満の取引であったとしてもインボイスが必要ですよということになっているということになります。ちなみにですね、えー、基準期間における課税売上高ですね、1億円以下の中小事業者などに関しては特例というのがありましてですね、令和11年9月30日までをですね、支払い対価が1万円未満 のものであればですねまあ、インボイスがまあいらないと一定の帳簿のみの保存で仕入れ税額補助ができるという特例があるということではあるんですけれどもえただですね前みたいに3万円までのものがいらないっていうわけではないということにはですねちょっと注意をいただきたいなと思いますただしですね ETC クレジットカードの ETC 料金については保存要件が緩和されていますどういうことかというとクレジットカードの明細とですね 任意の位置取引の利用証明書。これを合わせて保存することで、知リデ額補助が可能になっているということなんですね。任意の位置取引というのがですね、括弧書きで複数の高速道路の利用がある場合はですね、高速道路会社ごとにですね、任意の位置取引ということになっております。ですので、利用した都度ですね、利用証明書を取得する必要はないということになっております。 国税庁のですね、Q&A を見るとですね、このように書かれています。利用証明書については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに、毎月ですね、取得保存する必要はないと。高速道路会社がですね、適格請求書、発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、利用した高速道路会社ごとにですね、任意の1取引にかかる利用証明書ですね、令和5年10月1日以降、 1>, 1回のみ、一回のみ取得保存することで差し支えありませんというふうに書いてあります。で、さらにですね、例えば A 高速道路会社から B 高速道路会社を経由して C 高速道路会社の料金所で降りた際、C 高速道路会社がまとめて利用証明書を発行している場合には C 高速道路会社の利用証明書を保存することになりますよというふうに書いてあります。まあ、つまりですね、 ETC カードだけについてはですね、利用証明書を1回だけ取れば、あとは明細だけでいいということになっております。まあ、原則はですね、明細ではダメだと。別でインボイスは必要なんですけども、ETC だけですね、ちょっと特別になってますよということになります。